どうすかね。でも、まあ、もうちょっと入れるか。じゃあ、30分になるまでね、撮ってて。そうだな。じゃあ、なんか話ない。なんかほら、パチンコで負けてとかさ。うるせえ。あれ？実話なのかい？ああ。ああ。あれやったんだっけ？今日やったの。CR お願いサミアドン。なんだっけな。なんだっけ？CR 思いの手紙か。CR なんだっけ？このちいこいのが豆ちゃん。いやー。面白くない？あ、リオだ。ああ、はい。リオっていう、そういうキャラクターがいるんだよ。ああ、アニメ面それ白かっの、たね。パチンコ。リオ様。こっちじゃねああ、はいはいはい、リオ様。そのリオ様じゃないけど。でも名前はリオン。あれなんだよ。だから、なんつうの。いや、ここから少し真面目な話だけど、まあ、真面目じゃないか。まあ、いいや。さ、それって、最近あるじゃん。お色気で釣っちゃう系アニメ。あるね。よくあるじゃん。ああ。にもかかわらず、そういう場面が一切出ないで終わるパチンコってどうよ？あそれはほら、何？煩悩を捨てようっていうことなんじゃやっぱりトムとジェリーやればよかったな。ない？ああ。今思えばそうだよね。トムとジェ、ね、面白い偶然だよね。ボブの弟に勝手にレンジャートムっていう名前をまずつけたでしょ。ああ、適で、当にね。そんで今我々は、ね、ゼリーローズ、英語で書くとジェリーローズ。ああ、そういうことだ。こういうことが起こるから面白いよねーっていう。いずれ、じゃあトムとジェリーを撮るか。ああ。あれだね、今からみんなトムとジェリーっぽいセリフしか喋っちゃダメみたいな。セリフ？だから、もうね。あ、じゃあ、わかった。やろう。これ、マス。トーマス。トーマス。トーマス。なんだって？うちの息子に猫が噛みついたってお前。おい、この猫野郎。あれ？にカツオ節が食べたいみたいだふ。誰だそれ？ダフィー突然誰だ。ダフィーダック。ダフィーダックもっと違かったじゃない？おかつあげをしたいんです。ダフィーダックってなんだっけ。黒いアヒル。わしは子供が嫌いだ。子供を見るそれ絶対さ、それ違うよね。プロフェッサーだよね。わしは。だろうなと思ったんだ、今なんか。はいはいはい、そういうことね、プロフェッサーって、なんだっけ、マシマ。そうなんですわみたいな喋り方がダフィーダックじゃないっけ。そうなんですか。カツオ君。花誰？沢さん。まるで月とスポンだよ。スポンですか？タラちゃん。プーン。カツオ、そこに座れ。お父さん。いいから、ほれ、わしの前に座るんだ。ああ、もうそれ以上言わなくていいから。なんとなく分かったけど。いや、ね、ボブもね、分かったわ、悔しいけど。だからさ、リンジにね、叩きつけられたっていうか、洗脳されてるよね。カツオそう、教え込まれて。ちょっとそこまで散歩に来てくれないかい、カツオくん。
カツオくん。マスオの喋り方が気持ち悪い。いやー、タラちゃん。いやー、タラちゃん。タラちゃん。似てる。似てるぞ。それは、いやー、新しいキャラクターとして出すべき。おっと。それで、のっけくん、たくあんは持ってきたのかい？おじさん、ちょっとあの歌舞伎町まで行きませんか？ノリスケ、ご飯はまだ下では食べてないのか？はーい、ちゃーん、あぶ、あ、そうだ、イクラちゃんです。ちょっと今思いついたことがある。なんでなんで。ボブも多分わかると思うんだけど、レンジさ、はいはいはい、適当なこと言うときはさ、食べ物だっすよ。あ、ってどう？俺が知ってる限りでは、80% ぐらい刺身って言うんだよ。おお。刺身とかマグロって急に言い出すから。あれ？僕は逆にそのイメージはなかったな。マジで？うん。適当なことを言うときに、歌とか適当に作るとか言って急に語りするんだけど、はい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 。刺身出るんだ、絶対。うわ、うん、それはね、なんとなくわかる気がする。で、今なんか、漬物だか、たくあんだか言ったから、それを思い出した。いや、だよね、あれだよ。逆にね、食べ物っていうあれはないけど、ボブがね、例え話をすることが多いせいかわかんないけどね、ボブが何かっていうとね、絶対カタカナに従う。それは最近の癖だな。何だよ。何っつったら答えは一つだよね。あのさ、あれだよね、こんな話を真面目にすると変なあれだけどさ、厳密な意味で何っていうのは、あれだろ、ね、あれのことを言うんだろ。やだもう。何レンジャー対ゴーバスターズ。何レンジャーっていうのは多分みんなこう武器相当なんだろうね。あのほら、あーでもゴーバスターズもさ、ほんといかがしいよね。なんで？もうさ、だってチダニックの頭握ってんだよね。はいはいはい、あれやばいよ。あれはもう何、世間お喜びだよね。チダニックの頭握ってんだよ。ちょうどさ、なんだ、腰のあたりにあるさ、チダニックの頭をヒロムは握ってるんだよ。俺の名前が呼ばれてるような気さえする。チダニック、チダニックさ、あれやばいよ、やめた方がいいって。ヒロム、ヒロム、おい、俺が方向音痴だからってチンチ。ああ、天才はヨーコなんですけど。リュウジ、もっと頼む。大きな顔だよ。ヨーコ、何度言ったらわかるの？シャープくん。フラットさんにはやらせてあげません。ああああ、たらー、もういい加減にしてください。君たちはね、